z シェルはユニックスのコマンドシェルの一つである。対話的なログインコマンドシェルとしても強力なシェルスクリプトコマンドのインタープリターとしても使うことができる。ZSH は数多くの改良を含んだボーンシェルの拡張版という見方もできる。のみならず Bash や KSH、TCSH の非常に有用な機能も一部取り込まれている。MacOS では MacOS 10.15カタリーナからデフォルトのシェルとして設定されている。また、Windows 上でネイティブユニックス環境を提供するインターックス、サブシステム上ではユニックス版のソースコードをビルドして Windows 上で使用することができる。z s h の最初のバージョンは1990年に当時プリンストン大学の学生であったポール・ファルスタッドによって作成された。 ZSH の名前は、当時プリンストン大学のティーチングアシスタントであった、イエール大学教授チョン・シャオのログイン名、ZSH に由来して名付けられた。ZSH の特徴として、次のようなことが挙げられる。このシェル全体のサイズが巨大であることは、マニュアルページの最初の有名なこの一文、ZSH は多くの機能を持っているので、マニュアルはいくつかのセクションに分かれています。 と、17個のセクション名のリストからもよくわかるだろう。ありがとうございます。